脇上み鈴鹿古墳は奈良県五世市柏原にある古墳。形状は前方後円墳。史跡指定はされていない。奈良盆地南西園、国見山から北に伸びる丘陵の先端部を切断して築造された大型前方後円墳である。これまでに小規模な調査が実施されている。墳形は前方部が短い前方後円形で、 噴球主軸を東西方向として前方部を正方に向ける。噴球は公園部では三段築成、前方部では二段築成。噴球町は149メートルを測り、南桂城地方では、室宮山古噴に次ぐ規模になる。噴球表面では吹石、遠筒派庭列が認められるほか、噴町部では、軽症派庭が検出されている。また、噴球周囲には、 集合が巡らされ、周包みでは、高山規制の木製品が検出されている。主体部の埋葬施設は、未調査のため明らかでないが、公園部分庁に洞窟口が残り、長持ち形石棺が埋納されていたと伝わる。出土品としては、葉には、木製品の他混同生態金具、心葉型垂れ飾り、蛍光骨鏡、ね、琴字型石製品、鉄属がある。 この脇神関鈴鹿古墳は古墳時代中期の5世紀紅葉頃と推定される。通説では南葛城地方では室宮山古墳に皇族し屋敷山古墳に先行する主張簿に位置づけられるが室宮山古墳から規模を大きく縮小して形状にも規制が入る点が注意される。近年では時期がさらに下がって屋敷山古墳と 同程度の時期になるとして、質宮山古墳との間に一世代の空白を想定する説も挙げられているが、小規模な調査に止まるため詳細は明らかでない。なお、谷間という奈良盆地からの行望が制限された立地でもあることから、大和王権に滅ぼされた、葛城の本州家の葛城ラギの園、迷オーラの墓に否定する説もある。墳丘前景右に前方部。 左奥に公園部。古墳の規模は次の通り。墳球は典型的なお顔切断の形状で前方部前端部分で尾根を切り通す。墳球の前方部は公園部直径に対して半分程度と短く前方公園墳とホタテ貝形古墳の中間的形態になる。墳球周囲に巡らされた集合は鎌倉時代までは埋没していなかったとされ。 現在も周囲の水田に痕跡を残す。集合幅は前方部前面側では15メートル、後円部側では30メートルを測る。ただし前方部南側では直径50メートルの円墳がある関係で形が歪められている。発掘調査によればこの円墳は脇上関鈴鹿古墳に先行する古墳の可能性が指摘される。ありがとうございます。